蔵書表内紙書表は本の見返し部分に貼ってその本の持ち主を明らかにするための小子編。より国際的にはエクスリブリスと呼ばれる英語ではブックプレート図と一緒にエクスリブリスという言葉と蔵書の持ち主の名前が画面に入れられることが多い。古くは紋章や肖像画に個人のモットーを書き入れた図案が好まれたが、表主の職業や故郷を示す絵柄。 本や書斎に関する絵柄など多様な図案が用いられている。版手も、銅版画、木版画、理のカット、石版画、鋼版など様々である。著名な芸術家の手によるものもあり、美術品として収集の対象にもなっている。ハリネズミ書評と呼ばれる最古級の像書評、ハンスイグラー・ダズ・ディヒ・アイン・イーガル・キース、ハリネズミにキスされるだろうと書かれている。 蔵書表が誕生したのは15世紀ドイツにおいてであり、その背景には、静止技術の発達とグーテンベルクの発明した活版印刷によって、本の大量生産が可能になったことがある。現存する最古の蔵書表は1450年から1470年頃に、作られたヨハンニス・クナベンス・スベルクの木版のもので、ハリネズミの図柄を使用していることから、ハリネズミ書表と呼ばれている。 これと並んで古いものに、ブックスハイムの修道院に残されている1480年頃の蔵書表があり、これは盾を支える天使の図柄で木版に手彩色が施されている。初期には木版が主流であったが、16世紀になると、アルブレヒト・デューラー、ルーカス・クラナッフ派、ハンス・ホルバインなどの巨匠が蔵書表を手掛け、エングレービングやエッチング技法を使用した。 成功なものが作られるようになり、やがてヨーロッパ中に広まっていった。ルネサンス期には特に持ち主を表す紋章や肖像画に個人のモットーを入れた図案が好まれ、バロック期には書斎や本をモチーフにしたものや偶意的な図柄も増えていく。19世紀末にはアーツクラフツ運動やアール・ヌーボーの影響で多様な図案が現れ流星し、1891年には ドイツエクスリブリス協会が設立されている。日本では本の持ち主を示すものとしては、蔵書院が用いられてきたが、プラハ出身の画家エミル・オルリックによって1900年に文芸史、明星に紹介されて知られるようになり、画家、版画家によって版画仕立ての蔵書表が手掛けられるようになった。著名な芸術家では、竹久夢二や宗方志向、竹井武雄などが蔵書表を手掛けている。 1922年には日本書評協会が設立されており、現在も研究や収集の中心となっている ABC エドワード・アルマック・ブックプレイツ・ AC ・マクラーグ・ PP12 から 13HTTP アーカイブ・ ORG ・ストリーム・ブックプラチェルマック午前0時ページ12モード・ニアップ・サーチ・ヘッジホックありがとうございます。